はい、どうもです、えー。今回のこの動画ではですね、認知症の初期症状、もしくはね、この MCI というね、段階ですね、えー、意識しててもなかなかね、こう気づくことができなかったなぁなんて、はい、えー、そういう体験談についてお話ししようと思っております。えー、っとですね、僕、今は東京のね、かまったっていうところでは住んでるわけなんですけれども、えー、僕の住んでるマンションですね、はいもうかれこれ1年半ちょっとぐらいまあね、あの、住ましてもらってるわけなんですけれども、えー、そこでね、こういつもね、掃除をしてくれてる。 はい、清掃業ねしてくれてる、まあ、おばあちゃんがいましてね、はい、えー、っと年齢ね確か聞いたんですけどね84歳ぐらい、はい、だったはずもう84-5、うんまあ、中盤だったと思いますねはいそんな感じの方でして、まあ、僕がこうねあの大阪から東京の方に引っ越してきてからもうほんまにすぐからですねいろいろ僕の世話焼きと言いますかあの声かけをすごいしてくれる えー、おばあちゃんなんですね。まあ朝子をねたまにすれ違う時にまあ挨拶があってらちょっと喋るみたいなねそんなことを、まあ、ずっとさせてもらってたわけなんですけれどもはい、まあ、そのおばあちゃんね84、まあ、もともと大阪の人で、はい、もう何十年とねまあ、でも東京の方にいるんでまあ喋り方言葉遣いとかもね、まあ、全然あのいわゆる標準語。はい なんですけれども、えー、すごいねカまどもね長くてですねあのー、その辺周辺がねすごい詳しいんですねなのでまあこういうとこ行ったらいいよとかねこ,このスーパーが安いとかねなんかそんなことをすごい教えてくれるそんなおばあちゃんでしたあの腰はねかなり曲がってるんですよはいなんか腰しんどそうにはしてるんですけれどもねそれ以外は全然話した感じとかそういうので言うとハキハキしてるしなんかしっかりしてるねなんか84まあこう言ってはなんですけど僕がねこうやって仕事で会わせてもらってるいわゆる認知症の方の えー、同じ年代の人から比べるとめちゃくちゃしっかりしてるはいちょっとねあの失礼な話かもしれないんですけどめちゃくちゃしっかりしてるそんなおばあちゃんなんですねはいでまああの、まあ、そういう意識だったんですけれどもね、まあ、最近ここ最近はねちょっとあんまり会えてなくってはいえー、まあこの間先週ですねあのたまたまねちょっとお会いして久しぶりんですけれどもね、まあ、会話ちょろっとさせてもらったんですねでその時にあの言われたんですよ急にねあのそういえばあなたとね はい、あのこの年末は実家で過ごすんですかってね、このあもう一回言いますね、この年末は実家で過ごすんですかってね、えみたいな感じになってしまって、はいまあ、先週の出来事なんで、はい、なんとなく分かりますかね、あの話が噛み合ってないんですね、最初僕、全然気づいてなくてですね、どういうことかがわ,けわからなくて。はい でまあ,あのいろいろねこう聞いてると、あのー、そのねおばあちゃんの中では、ですねあの今はね12月の、まあ、年末ぐらいのタイミングではいでもうすぐそし越しだと思ってたそうです。でまあ、それを頭の中に入った上で、僕にですねあのこの年末はどこで過ごすのっていう話を聞いてたそうですね。びっくりしましたね、なんかそういうことを言うねおばあちゃんと全く僕、イメージがなくて、もうほんまにしっかりしてたんですよ、僕の中ではね。はい でね、まあこういうお仕事をさせてもらってるわけじゃないですかあの認知症のことをね喋らせてもらったり施術をさせてもらってそういう仕事をさせてもらってた僕なんですけどねまあ恥ずかしながらですね一瞬ねわからなくなってしまってですねはいでね、まあ、あのまあ結局ね今1月でもう年明けたんですよっていう話をねしたんですでそしたらねまあ,あのしばらくねえってなんかちょっと向こうもね理解できないみたいな感じだったんですけどあそうかといや勘違いしてた今、ね、なんか年末かなというふうに思っちゃってと これ恥ずかしいい話だと思います僕もねこういう仕事をしててあのそういうのにねあの敏感であるべきの人間だったんですけれどもやっぱりね不意にそういう出来事があるとですねまあ、一瞬わからなくなる気づかなくなるもんなんだなっていうふうに思った。ってことはですねご家族さんとかですねまあ周りとこう接してる、まあ、いわゆるそういう知識が薄い方からするとあのやっぱりお母さんとかねまあそういう。 その相手に対して、まあ、以前の、ね、しっかりしたイメージっていうのを持った上で接するわけじゃないですか、まあ、そうなるとですね、まあ、ちょっと変だなって例えばねもし思うことがあったとしてもついついねこう見逃してしまうんかなというふうに、はい、なんかねこういうお話でね MCA はねなかなかこうなんでしょうねこうついね年相応だと思って見逃しやすいだとかあの、ね、なんかそういうねこう気づかんところでじわ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 こう進んでるとか,なんかそんな話するじゃないですか気をつけようって思うんですけれどもいざですね はい、その場面に出くわすと、ああ、つい見逃してしまうなら、こういうのがね、あの苦を繰り返されて、認知症っていうのはですね、どんどんこう後になって分かっていくもんなんだなっていうふうに、はい、改めてというかね、まあ、今さら僕は、こう、思わされたというかね、まあ、つい最近の出来事だったということです。まあ、なのであなたもですね、はい、あの、いやいや、やっぱりね、そういうのはね、敏感にこうね、あの察知していこうというふうに、こう、意識されてたとしても、やっぱりそれでもね、こうつい見逃してる部分があるのかもしれませんね。はいまあ、もしかしかたらこれは 僕だけの話なのかもしれませんけれども、まあ、気をつけていただきたいなそんなお話でした。まあ本来今日の内容ねこんなもんで以上にしようと思います。見ていただきありがとうございました。良、えー、ければですねチャンネル登録、えー、いいねボタンなどね、えー、していただければすごい嬉しいなと思います。今日はこの辺でさよなら。